皆さんこんにちは、マリアチビへようこそ。本日は沖縄から動画になります。最近はですね、関西とかも行ってきて本当にいろんなものを食べ過ぎちゃいました。胃のもたれっていうか、なんかお腹のずっと重い感じになってしまったので、今回はこの機会を使ってちょっと断食をしたいと思います。日本からその断食の良さが広がったわけですから、まあ皆さんはおそらく知ってるかと思いますが、まあ断食はこうやってしばらく短い間ご飯を食べないで腸を休ませることですね。断食の期間はね、いろいろあるんだよね。私実は断食をしたことあるけど、まあなんか耐えるのはすごい難しかったんだけど、やっぱり頑張ったら体ものすごくめちゃくちゃすっきりして、あと肌が綺麗になって、あと通じは改善されて、その全体的なすっきり感と体の軽さもう本当に本当に半端なかったんですね。で、断食のなかなかできないネック、実は一つあったんですね。私昔断食してた時にお水だけでしてた。だけど水いきなりね、水だけ飲もうってなるとかなりきついですね。それでなかなか断食に手を出さなかったんですけど、断食はファスティングとも言うんですけれども、実はこの間、まあすごい無知だったんですけど、この間知ったのは、超短期ファスティングをサポートする専用ドリンクが存在してるわけですね。今回は手に入れて、ちょっと今からこの専用ドリンクの力にちょっと頼りたいんですけど、リミット48プラスという専用ドリンクですね。まあなぜか48かというと、48時間で2日間ですね。まあなぜ2日間かというと、断食のそういう期間は先ほど言ったようにいろいろあります。断食を始めるとしたら、こうやって1日とか2日からですね、少しずつ体を慣らしてから、やっぱり体もね、こうやってずっと食べてはいやめましたっていうのはストレスになっちゃうからあんまり良くないですから、まあこうやってね、超短期間から始めるのはおすすめですね。やっぱり断食ってダイエットじゃないですからね、痩せましょうという目的は第一じゃないですね。ちょっと痩せなきゃいけないという方にとってはそれもプラスアルファの効果になりますね。やっぱりファスティング、いわゆる断食の一番の効果はそこじゃないですね。一番気になるのは今のところ、やっぱりお菓子とかいろいろ食べて肌の調子がちょっとだけ良くないですね今。まあこうやって近く撮ってないから見えないかもしれないけど、なんかちっちゃなニキビ出たりとか、あとまあお腹の調子が先ほど言ったようにあんまり良くない。今回はちょっとこうやってね、2日間を試して皆さんと一緒に効果を見たいと思います。体重の変化も気になる方はいるかと思うので、そこもちょっと体重を測りながらやっていきたいと思います。私の今の体重はこちらです。そして2日間経ったら、ちょっと体重とかも体調とかもどう変わったか見ていきたいと思います。ファスティングに必要なものいくつかあります。これは、先ほど言ったようにこちらの専用ドリンク、リミット48プラス。なぜ私このドリンクを選んだ。まあ、まず日本製、日本で作られたものですから、信用できます。でこちらは、ボトルとともにファスティングガイドブックというのが来ます。ここはいろいろ載ってる。先ほど言ったファスティングの効果、例えばファスティングをしたらどうなるか、そして準備はどういうふうにすればいいか、どういうふうに飲めばいいか。そうですね、準備は必要ですね。昨夜にめちゃくちゃ焼肉食べて、めちゃくちゃわーっとお酒飲んでから次の日からはいファスティングしますっていうのは良くないです。はい、それ皆さん分かるかと思いますが、やっぱりちょっと体を準備させないといけないですね。大体のスケジュールとか、ここ漫画みたいに分かりやすく書いてある。でここはアレンジレシピ、先ほどちらっと言ったんですけど、私も今日ちょっと試してみたいと思います。いろんなもので割る、例えばジュースで割るとか、豆乳で割る、炭酸で割る、でそれによって飲み方を楽しめる。この専用ドリンクの一番大きな役割はですね、体が不足する栄養を届けることですね。でこちらは国産のものをたくさん使われてます。リンゴ、オレンジ、パイナップル、桃、温州みかんなどなど、あと青パパイエキス、食物繊維でいろんなビタミン、11種類のビタミンが入っているそうですね。そしてこちらは、メモリ付きの専用ボトルになります。出かける時にとても便利ですね。でちょっと飲み方をやっていきたいと思います。
まあ、これはですね、あのそのままじゃなくて、そのまま飲むんじゃなくて3杯はあるんですね、うん、まず 70cc を、入れる。最初からじゃあこのボトルを使いたいと思います。ここ目振りがあるからもう本当にあのやりやすいですね。 70cc 入れます。そして、まあ、合計 200cc になるように、何かを足す。今まず朝第一でからあの左右でちょっと割っていきたいと思います。はい、200cc になるようにする。今の感想はね、ちょっと胃もたれしてる、胸焼けしてる。まああんまり胃の調子は、ガマカの調子は完璧じゃないかもしれないですね。おお、飲みやすい。普通にジュースの味がするジュース飲んでるみたいな感じ。こちらのリミット48プラス超短期ファスティングをサポートする専用ドリンク、ご購入できるリンク概要欄に載せておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。こちらの動画もぜひ最後まで見ていただいて、あのどんな効果があるか、実際に私も本当にちゃんとやりながらこの動画を回していくので、ただ一気に撮ったんじゃなくて本当にあの2日間以上はかかりました、この動画撮るのに。さっき水も飲んだから、これも 200cc 飲んだから、多分あの 0.5リットルぐらいの液体飲んだから、まあ、だいぶお腹がちょっといっぱいになった感じだから、そんなにめっちゃお腹空いたって感じがないね。それではちょっと沖縄ライフを一緒に楽しんでいきましょう。なんかよくインターネットで教えたくないぐらいのスポットみたいなあるんじゃないですか。そう、ここも教えたくないぐらいのあのビーチがあるんですよ、砂浜。今日、ちょっと飲食店でアルバイトというか、ちょっとめちゃくちゃ久しぶりなんだけど、ちょっと入ってくれないかって言われて、それで、まあ、私は今日空いてるし喜んで入るっていうことで、今日飲食店の、手伝いを、させていただきます。で今はね、あの一旦のゲストになったので、ちょっと今12時超えたところ、ちょっと2回目飲みたいと思います、うん、炭酸で割ってみたいと思いますね。炭酸飲んでみます。おー、なんかさっぱりしてるね。テキーラサンライズ、テキーラなしのテキーラサンライズって感じ。すごい飲みやすい。帰り道でちょっと、コンビニに寄って豆乳を買ってみたんですね。あのすごい豆乳で割って飲むっていうアレンジを気になってて、豆乳ちょっと買ってきたので、ちょっと入れたいと思います。ドリンク自体は結構あの濃厚な味してるので、割ったらヨーグルトみたいになるのかな。なんかさて、すごい飲むヨーグルトみたいな感じ。これいい組み合わせですね。すごい味濃厚になった。調子はいいです。少し疲れてたからなんか本読みながら寝ちゃったんだけど、今夕方の6時で起きたらちょっとお腹が空いたなと思ったけど、見たらあーちょうど6時だな、よっしゃ、じゃあ飲む時間。今飲んだらまた結構お腹いっぱいになった感じで、全体的な体調調子に関して
まあ、まだ1日目だからなんかそんなにもうめちゃくちゃフラフラしてるっていう感じはない、ちょっと寝る前にちょっとだけ頭が痛かった。でも寝たら睡眠で治ったから今すごくいい調子です。ございます、今日は2日目の朝です。もう空腹の感じもあんまりないけどちょっと頭が痛くて風邪気味、まあ、今はもう朝の9時過ぎなんですけど私ちょっと寝すぎたと思いますね。なんか体はちょっとだるくて昨日、まあ、11時までは寝たはずだから多分一旦は6時ぐらいに起きて6時ぐらいに起きればよかったけどなんか寒くてね朝はまだひんやりしてるからもうなんかベッドから出たくないと思ってね二度寝しちゃったら今までこの時間までは寝ちゃってでこれだったらちょっと 寝すぎって感じだから今ちょっと頭はなんかぼーっとしててちょっと痛いですね。暑いのは飲みたいのでお湯で割って温かくしました。おーいい感じ、なんかフルーツチーみたいな感じ。2日目に体は少しだるくなる、あの人がいるって聞いたことあるから、あの今日はちょっと完全に開けて、今日お休みの日ですね。これ朝寒い時はちょうどいい、ね、晴れてるんだけどひんやりとしてるんだよね。ジュース絞ってきました。こちらは八朔ジュース、これでちょっと割ってみたいと思います。どんな味になるかな。アレンジレシピの中でジュースで割るというレシピもあったのでちょっと、試してみたいと思います。あーもう香りからしたらもうビタミンの塊だねこれ。おー、ジュースにジュース、すごいさっぱりする。もうこれは便利すぎて家でもこれ使ってます。やっぱりメモリがあるからついてるから。お風呂上がりの温かいお茶みたい。はい、ついに最終回になりました。まあ、私先ほどちょっと作業していてちょっと時間経つの本当にあっちゅうまでお腹が空いてるかどうかちょっと考えなかったんですけど、終わったらやっぱりああちょっとお腹空いてるなと思いましたので豆乳で割って、飲みたいと思います。やっぱりすっごい飲みやすいです。これヨーグルトとスムージーの間ぐらいの感覚ですね。これ2日間のファスティングお疲れ様でした。明日の朝の私の体調の感想など述べていきたいと思います。はい、それではおやすみなさい。はい、皆さんおはようございます。今日素敵な朝です。マリアお疲れ様でした。ファスティング2日目、無事に終えましたということで、今回ファスティングの感想をなどなどを述べたいと思います。今回は私の体をサポートしてくれてる専用ドリンクがあって、あのちょっと区切りをついてこうやって1日5回に分けて、まあ、大体 2,3 時間おきぐらい、まあ、大体3時間おきぐらいになったんですけど、それで結構やりやすかったと思いますね。あ、お腹空いたなと思ったらもう気づいたらまた
ドリンクを飲む時間で、それ飲んだら、まあ、例えば豆乳とかで割ったらもう本当に満腹になってたので、それで次の3時間結構持ちやすかったんですね。まあ、全体的な感想はですね、体は軽くなりました、なんかすごいすっきりした感があって、そして体重、やっぱりファスティングダイエットではないんですけど、体重の面も気になる方もいるかと思いますが、私あまり気にせずにやってたけど、今日測ったらなんとほぼほぼ2キロ減ってました。2キロじゃなくて2ですね。2キロ減ってました。それは嬉しいですね。まあ私の一番大きな目的じゃなかったんだけど、やっぱりボーナスとしてすごい嬉しいし、じゃあこれから定期的にやったら、すごい良い効果出るんじゃないかなと思います。私の頼りになってた超短期ファスティングサポート専用ドリンク、リミット48プラスのことを気になった方は、ぜひ概要欄から購入できるリンクをチェックしてください。メモリー付き専用ボトルもあるので、携帯にとても便利なので、まあ、私こうやってファスティング終わったけど、今水入れとして使ってますし多分次のファスティング来たらまた使えます。はい、ということで皆さんも動画最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画で会いましょう。パカパカ。